こちこちこんばんは、タイポンです。はい、ということなんです、セリア TOTS 確約やってきましたんで、今回こちらの方を弾いていこうかなと思います。で、その前にですね、 MLS TOTS 確約と、あとはその他地域の TOTS 確約、この2つ作ったので弾いていきましょう。ただ誰が当たるかちょっと全然見てなくて、当たり選手いるのかな、なんか微妙だった気がするんだよな、メンバー的には。まあ いや弾いていきましょう。とりあえずその他地域から、タバちゃんが一番多分いいんだよな。あー、でもイングランドじゃないわ。スペイン LF、 イビロペス、あー、総合値91、結構高レート求めてたんでありがたいです。で、固有フェイスじゃない、しかもまあさすがに TOTS なだけあって能力は結構強い。1994年、わ、年下なんだけど。ダメ、全然年下じゃないよ。 MLS も誰がいんのかわかんないな。ブラジル CM、 ジョアン・パウロの結構強そうなんだけど、能力的にはそうでもないのかな。 MLS の中だと結構当たり説、まあ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 、この2つは別にね。まあこれで早速ね、イビロペスさん使っちゃいます。オッケー、作ったぜ。いやー、楽しみだな、セリア。欲しい選手はもうこのラファエル・レオンとディバラ、この2人が欲しい。トナーリとベラルディは持ってるからね。とりあえずディバラ、ラファエル・レオン、マジで頼むぜ。プレミアリーグ、リーグアン、ラリーガ、ブンデスリーガ、正直当たりは引けてないです。ラストチャンス、セリア、カモン、来い。アルゼンチン、ディバラ、アルゼンチン、アルゼンチン、アルゼンチン、フランス、ゴールキーパー、メニャンはもう、一番、あれじゃないの？一番安かったなよね、確かメニャンって。メニャン4万コインぐらいだった気がするんだけど。はぁ、最悪だ。マジかよ。いや、メニャンか。ミランの選手だからね、嬉しいけど。けどよ。だったらラファエル・レオンかテオ・エルナンデスか。惜しかった。スカッと刺さらんよね。どう考えてもメニャンは。ってことなんで、多分メニャンに関しては SBC 行きですね、どっかの。はい、ってことなんで。いやー、TOTS 期間、神引きできなかったっすね。まあ本当に、ソン・フンミンぐらいかな。個人的神引き。それ以外は何とも言えない感じになってしまいました。で、ついにアルティメット TOTS が開幕しますね。アルティメット TOTS 確約はあんのかどうかちょっとわかんない。去年は確かなかった気がするんだけど、あったっけな？全然覚えてないんですけど、まああったらそこで神引き見せます。それでは最後のご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、パイオニア。